全身ビトンの見守り姿も、沸騰ナンバーアンダーライン愛平野章×渡辺直美の日テレ特番、癖になるフレーズと次回匂わせが大盛り。ナンバーアンダーライン愛の平野章、27とお笑いタレントの渡辺直美、36が MC を務めた特番、サンピープル一枚ニュート日本テレビ系が7月23日に放送され、多くの視聴者が沸騰した。 同番組は世界に通用するナンバーワンパフォーマンスを決定するという内容で、歌ダンスマジックアートから一発芸まで、3人以内のメンバーで1分以内にパフォーマンスを行って優勝賞金300万円を競い合う。審査員は、アーティストのスカイハイ、37ダンサーのリエハタ、33、振付師のトラビス・ペイン、53、女優のめぐみ、42、 タレントの加藤孝治が55が無名、もう一度見たいかどうか、というたった一つの審査基準をもとに審査を行なった。鉄棒を駆使して信じがたい体制で宙を舞う無重力ダンスを始め、最後に悲鳴が上がるマジック、仮想大賞、優勝チームの作品、影で物語を描く作品、全日本選手権4連覇の社交ダンス兄弟のダンスなど、部屋と渡辺の MC 陣。 審査員、そして視聴者が驚く個性豊かなパフォーマンスの数々が披露された。挑戦者のパフォーマンスが面白かった、すごかったという声も多く、特番3ピープル1枚ニュートワー X、旧ツイッターのトレンド上位に、パフォーマンス終了後に平野さんが感想を述べたり、投票タイムには平野さんが次のパフォーマンスを見たいですか とカメラ目線で問いかけるキメフレーズもあり、主ヒラノもトレンド入りしていましたね。番組内で言及はありませんでしたが、ヒラノさんがパートナーシップを結んでいるルイ・ヴィトンの黒いスーツで出演していたこともファンの間で話題になっていました。高級スーツでスライディングするヒラノさんの姿にも驚きの声が上がっています。女性紙ライター。番組視聴者からは、 楽しかったわ、面白かったわ、パフォーマンスすごかった。そして我らが平野少佐の新たな一面が世間にバレたみたいでまた嬉しいなおみさんとの二人の MC よかった次回もありそうだね。翔くんの次のパフォーマンス見たいですか ?MC 決めイントネーションが終月丸で往年のタイムショックの時のようなインパクト。 ォントヴィトンのスーツでスライディングしに行くの平野翔くらいしかおらんわら。といった声が X に寄せられた。制作会社関係者は言う。番組放送中には何度も出演者を募集してます。詳しくは公式サイトへという告知があり、番組公式サイトには応募フォームもあるんです。つまり、 初回の段階でシリーズ化することが前提だということですよね。次回を匂わせる告知に。出場者募集ってことはまたやるってことですよね。変わらず MC は紫輝くんと、直美さんですよね。次回も楽しみにしています。次回を出場者募集してたってことは、一回きりじゃないってことだよね。次回また翔くんの、リアルな反応を楽しめるのね。待って。待って。 待って。パフォーマー大募集。出場者大募集。次回あるじゃん。と期待する声が上がっている。ナンバーアンダーライン愛は各所に引っ張りだこで超多忙ですし、ファッション関係で個人で海外に行くことも多い平野さんのスケジュール。アメリカ在住の渡辺さんのスケジュール次第だとは思いますが、特番として定期的に放送していくことになるのでしょうね。 サンピープル一枚ニュートは、萩本金一さん、83と香取慎吾さん、47、MC の、金ちゃん香取慎吾の全日本仮想大賞、日本テレビ系を思わせるところもありますが、仮想大賞は来年100回目の放送を控えています。節目でもありますし、萩本さんの高齢化や若年層の数字を狙うということも考えると、サンピープル一枚ニュート、 絵の期待は大きいのではないでしょうか。また、平野さんと渡辺さんは相思相愛。海外志向が強い平野さんは、アメリカの地で一人頑張る渡辺さんをリスペクトしていますし、彼女となら番組を続けたいと思うんではないでしょうか。全土二人のインスタのフォロワー数を合わせると、1400万人超という数字になる。とんでもない影響力を持つ両 MC。 若年層に刺さりまくるサンピープル一枚ニュートは日テレの未来を作る人気番組になるのかもしれない。渡辺が意思積みにチャレンジし、それを平野が見守る動画が番組公式 SNS にアップされると、お二人とも楽しそうですね。本番前に行きぴったり、可愛い MC 通人の1分間チャレンジありがとうございました。などのコメントが寄せられた。